バーサプロバーサプロは日本電機 NEC パーソナルコンピュータの法人向けノートパソコン。1997年、現在の p c a t 互換機の使用を機に法人ユーザー用ノートパソコンバーサプロとして登場した。現在は法人向けに販売され、豊富なカスタマイズが可能である。企業、自治体、観光庁向けのノートパソコン製品はバーサプロ、双方。 中小企業向けのノートパソコン製品はバーサプロ J というブランドで区別されている。同社の個人向けノートパソコンであるラビとは異なり、プリインストールソフトはオフィスアプリケーションやセキュリティ関連のソフトウェアなどビジネス用途のものに止められている。NEC の強力なサポートを受けられる上、日本国内のメーカー製 PC としては安価なことから、 個人のパワーユーザーからの人気も高い。家電量販店での取り扱いは少ないが、構成済みの廉価モデルを数量限定品として販売する例がある。一方、パソコンショップなどでは、中古、新品ともに取り扱っている場合が多く、構成済みモデルを個人向けに販売する例もある。直販サイトやビジネス PC 取り扱い店では、メモリ容量やハードディスク、 指紋センサなど必要に応じて購入時に構成を選択できる。ビジネスで利用するパソコンとして販売されているが、ビジネス PC を取り扱う販売店や NEC の Web 直販サイト、NEC ダイレクト、NEC 特選外からも購入可能である。ちなみに NEC 製の日本国外向けのオートパソコンの名称はバーサである。 A4 ノートモバイルノートタブレット2008年6月10日 NEC はバーサプロの一部製品で異臭発煙する可能性があると発表した対象は2003年5月から2006年3月に出荷された製品一部において液晶ディスプレイ接続部の配線の余裕が少ない状態で組み立てられていると発表またこれらの製品のうちの一部が 液晶ディスプレイの一時的消灯、点滅といった予兆後に液晶ディスプレイ取り付け部からわずかない週発煙が発生する可能性がある。ありがとうございます。